はい、こんにちは。今日もね、またまたね、中古のカードショップで購入してきた、カードをご紹介していきたいと思います。今回行ったのはこちら、ホビーステーション名古屋店ですね。大須の商店街にあるカードショップになります。そこで、シングル売りしてたカード、30円から200円までの金額のものが、カードケース、ショーケースにではなくて手に取って見ることができましたので、その中から今回はちょっと時間がなくて、本当はねここに寄る予定じゃなくてちょっとそこを大須に行ったんですけど、そしたらたまたま見つけたので、買ったんですが、ちょっと時間がなくて全て見切れなくて、今回とりあえず19点だけ購入をしました。持っていないプロモカード、あとは、レアですね、 EX とか、あとスーパーレア、ウルトラレアを適当に買ってまいりました。では見せていきたいと思います。まずはこれ、ボルトロス EX のこれはスーパーレアですね。 BW88 って何、コールドフレアあたり、 BW の時が全くね、BW の時はカードちょうどね、なんか休んでたっていうか買ってなかったので、 BW のカードをほとんど持っていないので BW 中心に買ってます。ボルトロス EX のスーパーレアが200円、それからこちらレシラム EX、 これはプロモで一応スーパーレアかな、スーパーレア絵柄になってますね。でプロモの BW158番ですね。はい、そして次はエアームド EX のこれまたスーパーレアですね。スーパーレア、これは1段です、Y コレクションかな、多いから。はい、そしてまたまたスーパーレア、これが海流 EX、さっきのエアームドも200円だったかな、エアームドもレシアムも200円なんで、スーレアはだいたい200円ぐらいの価格設定なんですかね。なのでちょっと高いぐらいなのかな、そんなにまあ安いってことはなくて、しっかり値段はついてると思うんですが、まあ持ってたいカードも多かったので、まあコレクションしとこうかなと思ってね、今回あまり値段は気にせずに買っております。はい、次はこちら、プラズマ弾バッジ、これはポケモンカードゲームバトルカーニバル2002オータムというイベントのものだと思います。そのロゴが入っておりますね。でプロモになってる BW のプロモで、番号はこれ振られておりません。これも200円でございました。これ少し高かったかも、あまりちょっと値段見ないでパーって持ってないのどんどん買ってってたから、ちょっとこれ高かったかもしれないです。はい、そして次はこちらゲノセクト EX、 これレアだ、ダブルレアじゃないんだ、これレア、 BW はダブルレアとかなかったんだっけ、一応 EX だったから買ったんですが200円だった、ちょっと高かったかもです。はい、そして次こちらカラマネロ EX、 EX 以上だと200円なのかな、これも200円でしたね。これはダブルレアでございます。あー、ちなみに XY の4番ですね、ファントムゲートですね。はい、そして次これチェレン、これはスーパーレア BW の6番、チェレン、これは150円でした。はい、そして次はチョロネコでございます。これもさっきのプラズマ弾のバッジと同じの、なんだっけ、値札で見えない、あ、バトルカーニバルね、バトルカーニバル2012の時のプロモカード、これは番号振ってやって BW のプロモ149番です。はい、そして次はビクティニ、あ、でも EX でもあんま価値がないものは50円とか安いみたい、ビクティニは50円でございました。これは BW7 のレアですね、ビクティニとかは50円、次もそうですね。はい、次フリーザー EX、 これも50円でした。これは BW のこれも7ですね、レアでございます。この辺 BW のカードは全然持っていないので、50円とかだと結構ありがたいですね。なのでじゃんじゃん買ってきました。はい、次も続けて、はい、BW4番エンテ EX、 これも50円でございました。そして次はこれケルディオ、これは、ちょっと何のプロモか分かんないんだけど BW の162番かな。ただね、買ってから気づいたんですけど、これ少し状態が悪くて、ここに少し折れ目が入ってるのと、
あと角とかも少し曲がってるかな、この辺とかもちょっとハゲがありますね。ちょっとこれは状態が悪かったけど、まあ30円なんでよしでしょう。この辺からプロモ続きます。次はルギアです。これもプロモカードで、これは LP ですね、レジェンド時代のプロモ60、あ、じゃあ47番のルギアでございます。一応キラ仕様。レジェンドもね、少ししか買ったことがないんで、レジェンドもあまり持っていません。はい、次は BW プロモ209番、ゲノセクト、これは80円でございました。コロコロのマークがあるので、何かコロコロ関係のカードかな。はい、そして次はこちらピカチュウ、これも80円ですね。これは XY プロモ156番、 XY なのにこれなんか持ってないんだよな。 XY 結構買ってるんで、 XY の後期からね、最初の方は変わってなかったんだけど、 XY の後の方から買い出してるんだけど、これは持ってなかったですね。はい、そして次海洋が EX、 これも80円でした。これは BW かな、これ BW の3レアでございます。海洋が EX。 そして次はこちらホワイトキュレム EX、 これ80円でした。これ BKW ってなんだ、デッキか何かかな、いらなかったかな、デッキのやつだっていらなかったかも。あんまり見ないで、 EX がついてただけであんまり見ないで買っちゃいました。はい、そしてこれで最後になります。次ビリジオン、これも80円でございました。これはスーパーレアで80円、 BW の7です。スーパーレア80円、ラッキーと思って買いました。ビリジオンあまりこのカードは価値ないのか、ちょっとこれも状態が悪くて、角が裏から見ると分かるんですけど、この辺縁とか角とかがちょっとホゲホゲなってるので、まあ安かったのかなという感じの、今回19点のご購入でございました。でね、たまたまちょっとね、通りかかった時に見つけたお店に寄ってみたという感じだったので、あまり時間がなくて全ての、カードケースね見ることができなかったので、近いうち早いうちにね、もう明日か明後日ぐらいにまたもう一度行ってみたいと思いますので、また追加でね購入したカードがあればご紹介をしたいと思います。で、今回かかりました金額は合計で、2521円でございました。まあまあかかりましたね。ボックスで買うと、拡張パックボックスで買うと約3000ちょいぐらいなんで、まあそこそこかかってますね。ただ全部レアであったりとかプロモカードであるので、ボックスで買う、まあノーマルカードとかがアンコモン、コモン、アンコモンとかがないから、まあ価値としてはもうちょっとあるとは思うんですけど、まあ結構値段は張ってしまいました。ではね、また行く機会があったら動画でねご紹介をしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。